こんにちは。今日はマンゴープリンを作りたいと思います。この時期マンゴープリンはとっても爽やかで人気のあるデザートですよね。ぜひ食後のデザートなどにお作りになってみてください。では材料からご紹介します。まずマンゴーピュレですね。こちらは、市販の缶詰のものをつければフレッシュのマンゴーをピューレにしていただいてもいいですし、冷凍マンゴーなんかをね使っていただいてもいいかと思います。フレッシュを使う場合はそうですね、お砂糖10から15グラムぐらい加えて足していただくといいと思います。はい、それから、グラニュー糖ですね。それから生クリーム、牛乳、ゼラチンをふやかすための水、それからグラニュー糖を一緒に煮溶かすための水ですね。はい、以上で作っていきます。今日は卵を使わないのでアレルギーの方にもおすすめですし、あとはね、卵がないとお菓子作りってとても簡単になりますので、初心者の方にもぜひ作っていただきたいと思います。ではまず最初に粉ゼラチンを水に振り入れてふやかします。分量の水ですね。だいたい 4,5 倍の量の水にふやかしますので、今日 5g ですので、25g になってますけども、 20g とかでもね大丈夫だと思います。はい、それから、シロップを作ります。水の中にグラニュー糖を入れます。そして、軽く混ぜていただいて、600ワットの電子レンジで50秒加熱して煮溶かします。今熱い状態なんですけれども、ふやかしておいたゼラチンを加えます。加熱するものはこのシロップだけですね。他のものは何も加熱しなくていいので、氷水もそんなに大量に必要ないですし、作りやすいんじゃないかと思います。はい、じゃあ溶けましたので、これをマンゴーピューレの中に入れます。この中に、ね、入れてしまいます。で、今日缶詰は常に置いておいたものなので、冷たくも何でもないんですね。これを泡立て器で混ぜてなじませます。そして今ちょっと温かい状態になっていますので、ここに乳製品入れてしまうと傷んでしまいますので、氷水に当てて人肌程度に冷ましていきたいと思います。これがあんまりに冷たすぎても、次に材料を入れた時に急に固まってしまいますので、人肌ぐらいがちょうどいいんじゃないかと思います。あんまりキンキンに冷やさないでいただきたいっていうことですね。もうだいたい人肌になりましたので、ではここに牛乳加えます。牛乳、冷たい牛乳ですね。で混ぜます。それから生クリームも加えます。やっぱり生クリーム入るとコクが出ますので、牛乳だけよりもですのでね、今日は加えています。あとはさっぱりさせたいのなら、乳製品の一部をヨーグルトなんかに置き換えてもいいですね。はい、そしたらここからはゴムベラに変えて混ぜていきます。でここでもあまりこう冷やしすぎてしまいますと、ボウルの中で固まってしまいますので、ちょっと気をつけながら冷やしてください。氷もこんな感じですね。そんなにもう大量の氷はいりませんので、今日はね温めたものがシロップだけですので、そんなにたくさん氷は必要ないです。でこれがですね、あんまりシャバシャバのうちに型に流してしまうと、冷やしてる間に2層とかに分かれてしまうんですね。ですので、ある程度こうとろみがちょっとついてから器に分け入れるといいと思います。
やっぱりこのマンゴーピューレの缶詰を使うとね、すごくマンゴーの味の濃いプリンになりますので、おすすめですね。いろんなところから出てますけれどもね、アルフォンソマンゴーのマンゴーピューレがね、やっぱり美味しいですね。今日はアルフォンソです。アルフォンソマンゴーはね、インドのマンゴーの王様って言われてるんですけれども、すごく味が濃くてオレンジも濃いんですよ。オレンジ色も濃くて、もう見た目も味も最高のマンゴーだそうです。少しね、とろみがついてきましたね。あ、もうだいぶね、こうゴムベラでこう混ぜている手が少し重くなって感じてきました。ここまでとろみをつけたら容器の方にね、移したいと思います。見ていただいても、こうゆっくりこうトロントロンって動いてますよね。このぐらいまで冷やしてください。一応温度測っておきますと17度ですね。だいたい17度から18度ぐらいまで冷やしていただくとちょうどいいとろみになるんじゃないかと思います。では型に流していきますね。今日の型はこれたまたま偶然なんですけれども、あのインドのメーカーのボロジルっていうところのグラスなんですね。すごく透明感があって、あの以前撮影をした時にスタイリストさんが持ってきてくださって、で私もすごくいいなと思って、おしゃれだなと思って買ったんですけれども、結構ね、撮影でもあの私物として使わせてもらうこと結構ありますね。そうしましたら冷蔵庫に入れて2時間以上、3時間ぐらい冷やせば確実に固まりますので、冷やしてください。